coupling and ocean acidification unanticipated for 65 million years all result from climate change. いいですか。これをちょっとどかしてもらっていいですか。あざす。そうすると僕もこれできやすいです。で、anticipated、あ、いけない。あ、ちょっと anticipated for 60 million years. End recording.Result from climate change. 気候変動によって、要するにあのあれですよね。今のあの災害とか気候変動による影響があの起きてますと。これ今年だったんですか。これね、今年だったかな。あの新そんな古くないと思うよ。そう。まあ、去年。あ、今年か。まあ、まあ、2018年。まあ、18の11月ですね。でにアップされたもんですね。で、in as a result from climate change.700 of your fellow scientists. So I was wondering whether you thought climate change could be an issue. Climate change could be an issue. Unite us all. いいですか。これだからちょっと平和ボケ。ちょっとさ、音が小さいんだけど、これちょっと待ってね。はい。スピーカー。はい、いいよ。ここで言って、ここではこの質問者が、まあ、質問者は、いいですか。まあ、何も考えてないと思ってください。その、あ、頭いい悪いじゃなくて。これ何か大学で喋ってる。いや、だから僕、わかりません。いっぱいいる。僕、内容しかわかりません。うん、背景はわかりません。で、あ、でも、キャンブリッジってイギリスなんですかね。わかりません。そこは見て、そこは注目していません。英語だね、これ。はい。で、僕がお話ししたいことは、この中身です。で中身でここで、まず質問者が言っていることは、ちょっとお花畑かもしれないんですけども、今世界いがみ合ってますよねと。世界がいがみ合ってる中で、この気候、この温暖化に基づいて、みんなが力を合わせて、この気候、温暖化問題取り組むことで、世界平和にも持ってきないのかっていう質問をしたわけです。誰かの？そう、誰かが。で、この、left and right, left and right の左翼、右翼ですね。Bring us beyond debates about C16 to discussions at the UN at Katowice next month, where perhaps humanity might finally discover its global map of meaning. No. で、彼は即答するわけです。で、先生は即答するわけです。ピーターソンは、いいえって。なんでいいえって言うの？それはこれから説明するわけですよ。あ、これが、いや、何を質問したの？この異常気象を、という問題を、今それぞれ取り組んでますけれども、で、いろんなところで、ほら、京都の議定書とかで、なんかちょっと、ね、いろいろやったりしますけれども、こんなことをね、ちまちまやってるところから、みんなで、意識を共有、共通認識を持って、世界中で、しっかり取り組むことで、世界平和というか、みんなで、地球人としての意思の疎通って、取れないんですかねって、いう質問しました。あ、それで彼の。いいえ。へぇー、お前すごいな、英語力。で、みんな、ドッと笑うわけです。して、まず、もう即答で否定しますから。音でかいな。学生ですよね。だいたいこの人教授なんですよ。ね。トロント大の教授なんです。で、すごく人気のある教授なんです。いろんな動画が出てます。I mean, there's a couple of reasons. I mean, the first reason is that... まず I spent a lot of time reading... I worked for a UN committee for 2 years. 彼自身が、ね、UN に。ね、働いてましたと。UN って何だっけ？国際連合。国連ですよね。Sustainable Economic and Ecological Development. Economic and Ecological Development. Read a very large amount during that period of time and learned a lot, much of which made me much more optimistic than I had been before I read the relevant literature, which was a real shock to me. But the climate change issue is an absolutely catastrophic, nightmarish mess. And the idea that will unite us is, that's not going to unite us. I mean,
僕らは統一されない。First of all, it's very difficult to separate the science from the politics. そこですよね。まずは科学と政治を分けることができない。And second, even if the claims, the more radical claims are true, we have no idea what to do about it. And so, no. And besides, it's even worse than that. Here's one of the worst things about the whole mess is, so as you project outwards with regards to your climate change projections, which are quite unreliable to begin with, and the unreliability of the measurement magnifies as you move forward in time, obviously, because the errors accumulate. And so if you go out 50だからチャート見ても普通に誤差が、計算誤差が必ず発生するわけですよね。予想したことって。だから時間が経てば経つほど誤差が広がるわけですよ。そもそも僕らは正しい情報を持ってないってことを言ってます。だから解決策なんてまずないんですよ。気候変、この異常気象に対するね。まずだって、科学的な、ちゃんとして 100% これが根拠だからっていう、これは原因っていうものが分かんない限り解決策は、こうしましょうって寝れないじゃないですか。こうかもしんない。だいたいあれかな、これかなで、まだ、明確じゃないですよね。で、だから、彼は、科学的な考え方をするので、そうすると、だいたいそのエラーレートとか、そういうの出てくるわけです。スタンダードディビエーションとか。日本語なんて言うんですか、スタンダードディビエーション。乖離。標準乖離。標準乖離でしたっけ。乖離。え？はい。ディビエーション。乖離。ほら、こういうふうな、ベルカーブみたいな。スタンダードディビエーション。彼はよくその言葉を使うんですよね。でも、それはすぐ理にかなって。ちょっと待って。今、彼が言ってる正しいかもしれない。僕は乖離だと思ってたけど。スタンダードディビエーション。偏差値。標準偏差ですね。そうやが正しい。はい、あれどっか行ってた。クロームに隠れてるんじゃないですか。違うと思うんだよね。あれ？クロームで今その右上のウィンドウってありますよね。これ？いいえ。それを開くとそこに。そう、上からプロフェッサー・ジョーダンって下から6番目ですか。うん、もっと下そこすごいね、知らなかった、こんな機能あります。だってクロームが開いてるわけですから。すごいね、はい、うん、If you go out 50 years the error bars around。 そうですよね。だからその誤差が50年経てばむちゃくちゃ幅広い誤差が出てくるわけですよね。これかもしれない、あれかもしれないっていうものが。We're already so wide that we won't be able to measure the positive or negative effects of anything we do right. そうですね。だからそれに対するプラスもマイナスもその影響が測れない。Right now. So how in the world are you going to solve a problem when you can't even measure the consequence of your action? そうですよね。測ることができないものをどうやって解決するんですか？Like, how is that even possible?And besides that, what's the solution? What are we going to do? Switch to wind and solar? それで、これまた面白いところ、僕もよく考えてなかったんですけど、うん、で、じゃあね、うん、この異常気象問題を、まあ、原発とか、なんかいろんな機械的なもの、また、こう、なんだっけ、蒸気機関車じゃん、なんだっけ、昔、熱に使っていたものって何でしたっけ？石炭。石炭とかって有害ですよね。だから今、ほら、まだ中国の方とか石炭でやってますけれども、あれが、いろんな問題を、公害ですよね。待ってらっしゃる。で、じゃあそういったことをね、じゃあもし石炭が原因であれば石炭やめるとなった場合に、ここでは、じゃあ風と、風力と、ソーラーパワーに、太陽光に切り替えるんですかと。で、これも僕は面白かった。Good luck with that. Just try it, see what happens. ね、やってみたらわかるよ。We can't store the power. We can't. Germany tried it. で、ドイツって2でも試したんですよね。They produce more carbon dioxide than they did when で、結果、もっと、二酸化炭素を吐き出す結果になったんです。なんで
そう。で、これもね、でも説明、僕もこれ知らなかったんですよ。でも、納得しました。They started because they had to turn on their coal-fired plants again. ね。で、まあ、一言で言ったら、風力と太陽光電力で、生活を、今の電力に頼った生活を補うほどの電力を出せないんです。